こんばんは。元男の子で、元高知高校野球部で、元142キロピッチャーの青木かのんです。今日はですね、なんとこちら、静岡県にある沼津バッティングセンターさんに撮影のご協力をいただきました。私が今日は何をするかっていうと、いつもですね、ピッチング動画出してるじゃないですか。今日はバッティングです。ただのバッティングじゃなくて、沼津バッティングセンターさんは200キロのバッティングマシンがあるんですよ。私は今日それにチャレンジをしに来たっていうことなんですけども、200キロってどういうレベルなのかというと、高知高校時代に今日ハムで活躍されてる公文勝彦さん。勝彦さん当時145キロぐらいだったんですけども、私よくキャッチボール相手してたんですよ。勝彦さんが本気で投げたボールを私キャッチした時にグローブちぎれたんですね。145キロでグローブちぎれるってことは、200キロのボールを私が打ったら腕もげます。実際その200キロって聞いて痛そうな感じありますか？まだ見てないんで。ただ昔バッティングセンターで150キロチャレンジしたことあるんですけども、150キロで弾丸だったんですよ。もう私は生きて帰らないつもりです。腕を持って帰る、持って帰り、置いて帰りますので。待ってください。はい。どうですか1回目の感想は。めちゃくちゃ怖い、怖くないんですけども、でもちょっと希望見えました。3球目かな、当たった。そうですね、ちょっと当たりましたね。当たった程度ですけど、はい、多分これ目でこう狙って当てるというかは、自分で打たなきゃダメじゃないのっていうぐらい感覚ですね。じゃあそうです、1回ちょっと40キロぐらいちょっと打ってもいいですか。あ、はい。当時の私の現役の時です。そういうことですね、あの球を。もらえないかもですけど、後輩からもらったその卒業祝いの色紙に和製ロナウジーニョって書かれてさあ行きますよ、ゲームスタート。はい、よっしゃ、もう慣れた慣れた。おー当たった、ドヤ顔。おー当たった、100キロ負けないぞ。やばいやばいやばい、うっしょ。おー威力がすごい。いや痛い、手が痛い。もうさっきより当たり出しました。そうね、全然当たってますね。でも、もう一回も入ってますね。惜しいですね。あったー、はー、さっきよりはいいですね。よかった。
あのさん、申し訳ないんですが、ここの貸し切りをしている時間がですね、もう迫ってまして、もう11時55分なのでラストチャンスになります。マジか、はい、大丈夫かな、言うてるまで帰れませんみたいな発言しちゃったんですけど、もう時間が目いっぱいですので、お願いします。わかりました、ラストチャンスです。ちょっとこれプレッシャーはあれをさっきもと思えばいいんだ。あ、そうですね。おお、あかー、飛んだ。おお、当たった。おお、なるほど、この辺か。ライト方向にパーン飛んでいきましたよ。気持ちよかった。ですよね、ちょっとカメラで終えたか分かんないですけど、気持ちよかったです。すごいいい音でしたね、マシンで捉えたパーンって。さすがです。いや、私この辺は恐怖というよりも楽しいっていう感情が混ざってて、楽しんで野球やってる自分に驚いてますね。まともに飛んだのは1球だけだったんですかね。1球ライト方向、あれはめちゃくちゃ気持ちよかったんですけど、でも、走ったの含めると多分6球ぐらい。ただ前に飛んでないから1球ですね。チャレンジ失敗。そういうことですかね。ていうかさっきからもう気になって仕方ないのが、この頭のヘルメットの N ってこれニューハーフの N ですか。ちょっとこれ、やばくないですか。ヌーマーズの N だと思います。あ、ヌーマーズの N ですか。これあの、ニューハーフの N ではないですか。違います。これニューハーフだとずっと思ってました。私ニューハーフで自分で宣伝してんのかなと思ってました。あ、ヌーマズの N。そうです。なるほど、はい、分かりました。いや、ほんと今日はめちゃくちゃ疲れたんですけども、ピッチングと違う疲れなんで、すごい新鮮、楽しかったです。ということで、今日はですね、ヌーマズバッティングセンターさん、ありがとうございました。200キロバッティングチャレンジは失敗に終わったんですけども、あの奇跡の ライト前ヒットですかね、ライト前ヒットを打てたのは本当にいい経験になりました。ありがとうございます。ということで、今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッターインスタグラム、LINE 公式アカウントもありますし、今回撮影ご協力いただいた沼津バッティングセンターさんの詳細も画面の下ありますので、そちらをチェックお願いします。また次の動画でお会いしましょう。